BGW と、はい、であとなんだっけ64の、はい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 、何でしたっけイベント名忘れましたけど、なんかこう一つの、名札で3つのイベント見学できるよみたいな写真があって、はいはいはい、で64の何ですか写真が、まあ、優勝、はい、優勝トロフィーですか掲げてる選手が写ってて、はいはいはい、でデラックスは、配信に映ってる今こんな感じですね、配信に映ってる2人を写したりしてるんですけど、梅村はこの会場全体を暗くなった会場全体を写すって感じで、梅村暗すぎだろって言われてちょっと印象に残るんですけどまあこの暗くなった方がですねグランドファイナル近くは雰囲気が出てくるので、そうですね、もうフリー対戦もそろそろ終わるので、はい、もう準備万端っていうところです。さあ始めていきましょう。トップ6はアボダンの選手対ケン選手、この2人がトップ6をかけ、トップ6、トップ4をかけて争うことになるとは。しかもルーザーズで、そうですよね、ウィナーズにいておかしくない2人なんですけども、あ、空中前から弱々狙っていった、両方必殺技から空中後ろで追撃に来たところを拒否していく、逆に火力取ってますね。さあ横強、横強いいですね、周りの外から横強 で、ね、上必殺技に対して咎めるっていう、そんなのあるんだなと。さあスピン、いや決して上必殺技に引っかからない間合いを維持してますね。やはりベヨネッタがコンボに少しでも切れ目があって連携になってしまうと上必殺技暴れが非常に強力なファイターなんで、そうですね、まあ、うかつにあの上必殺技の間合いに入らないってことは重要なんで、はい、この間合いの外から綺麗にケン選手反撃取って立ち回ってる感じですね。さあ対する、アワダンゴ選手はなんとかバルトアーツでですね、そうですね、このケン選手の待ちに対して火力入ってんやぞみたいな、まあ、お互いがやっぱりもう待ち VS 待ちになる試合があるんですけどね、はいはい、どっちが待ち勝つかっていう我慢比べですね。さあ空中後ろから上必殺技で外気掴んで復帰してくる、お互いピンから直前で止まる、これわかんないんですよね上必殺技で逃げることもあるし、ただ後ろ回り込んでからスピン狙っていったが空中ニュートラルで上に逃げて、徐々に差がついてきましたね、はい、ちょっと怖くなってきたから、ね、さあダッシュ A に対して上投げ空中上からダブルマークになる、まだ大丈夫、さあ素晴らしい下部拳、さあどうなる上下ただこれはジャンプあるあるあるんだ完全に使ったと思ったんだけど崖捕まってましたかね今、そうですね、さあ惜しい、本当にあのベヨネッタ側が上必殺技、はい、横必殺技何回使ったかっていうのと、あジャンプ残ってるかジャンプ残ってないかっていうのの判断がめちゃくちゃ難しいんですよ ね、 すね、あのジャンプ残す方法もあるじゃないですか、はい、上必殺技2回出しつつ、はい、あれもあるんで何が起きてるやらっていうのがちょっと見切るの僕でも難しいんですけど、僕でもってなんか僕がすごいみたいな言い方ですけど、いや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 全然見えないんですよ、崖下でやられちゃうと難しいです、なんで追撃とか迂闊に行けないんですけどね、そうなんですよね、そこ多分ちゃんと判断した上で追撃に行く行かないっていうのを見ていかないといけないでしょうね、はい、さあこの空中後ブンブン怖い踏み台、空中ニュートラルはしっかり収集して、この上必殺技ダッシュに対して置いていた、しっかり見てますね、さあ徐々にストックパーセントを返していきましたね、あー上スマッシュ見えましたね、上スマッシュ小ジャンプに、引っ掛けようと狙っていったんですけど、アバダンゴ選手大ジャンプして空中後ろを前の外から当てていきました、ね、激痛、今は完全に意識の外からの空中後ろでしたね、はい、よく読み切った、さあ空中後ろケン選手といえばあの唐突なダッシュ反転空中後ろあれが特徴的、そうですね大ジャンプで、そうそれまで必死にこう、さあこれはおーいいエレバガチャ、今のはまあ撃墜パーセントに至らなかったんで、なんとか殴ってから撃墜パーセントまで行って投げ通んないかなって、うわー怖い危ない、いや今の最終台当たんないとこういう風に上下ささ2回当たって怖い展開が続いちゃうんですけど、はい、まあ上手いビオネッタになってくると狙って発生させることが、さあ着地突きが出ちゃって、いやきつい返しました、さあまだ分からないぞ、横下ささから空中後ろ、この横必殺技の出し方非常にうまいですね、このあのデリーでいうところのフリップエッジキャンセルみたいな感じで、横必殺技を崖の外に出して崖を掴んで着地付きをリセットするっていうのが、まあベヨネッタの基本的な立ち回りになってくるんでしょうか、空中ニュートラルめくりわからない、わからない、見えない見えないですよ、あんなドバドバされたらもうちょっとおとなしくしてって感じですね、さあ下強で止めてシールドのお見合いが続いたが、気まずい雰囲気があるんだが、惜しい、お互いリスクを恐れて、さあようやくスピンが一発通って 15%、 さあもう一発着地狩り、さ さあ流れを取り始めたケンソニック、ただこれ浮かせたところにスピンで着地狩りしてるんですけども、はい、1タイムの存在がこのパーセントになってくるとちらついてくる、ね、さあ上ひとつだから変更を見てジャンプ使って横ひとつ刺しているが変更うまかったですね、さあこれ反撃つかみから回避見て空中ニュートラル我慢強い、さあ掴んでいく、もう一度通す前から上
く狙っていった。まだ激戦には至らないとは思うんですけど、どうなんですか。さあ台使って、このソロ、さあスピン取って空中後ろ変更見てますね。さあ横一つ取って怖い、うわしっかり回避合わせた。ジャッジ突き出ない、シールド、ジャストシールドして、なんとかステージ戻ってくる。お互いまだまだわからないぞ。お互い最後の一撃当てに行くシーンが、さあ徐々にラインを引いて、さあ横スマッシュ、これも見えない、見えない、わからない、怖い。台上に、台上で横必殺技が暴発してしまうと非常に反撃のチャンスなんですけど、良かったですね。ギリギリでしたね。別の卓に出ていて怖かった。さあ着地狩り、横必殺技使って台もを存分に生かして、さあこの拒否の展開、うまいですね。着地狩りは1分来てしまいましたね。本当だ、いつの間に空中白を合わせて、パーセントでリードされているのは剣選手。福田が 7% さあ、これは何か引っ掛ければ逆転、何か一撃当てれば、さあこれ掴めておって 110% まだ勝ってる。 10% さあちょっと、まあ、40% あるんで撃墜の一手はまだ耐えるんじゃないかな。まだ空中白耐える、空中白じゃない、後ろだけ耐える。30秒の間に撃墜もしくはパーセント 10% 以上貯めて、さあこれは入った、うわー、まだ分かんない、タイムアップか。これはどうなる、どうなる。お互い手堅く手堅く、そうですね。ただお互いおそらくタイムアップは見据えてないです。さあ掴みから前投げ狙っていったが、パーセント、怖ー、 10%、 おーっと、こうやって並んだ、マジどうなる、あーっと密着。いやー、ギリギリでしたね。いやソニックの上必殺技無敵あるんですけど、あそこまで下から復帰させられることになっちゃうと、はい、無敵切れちゃってるんでね。しかもあの内側から復帰しちゃってたんで、はい、ベアだったの、そうですね、崖の崖と密着判定になって受け身が取れない、取れない飛び方して、ジャンプも復活ならずで撃墜していきました、アボダンゴ選手。さあ2戦目ステージ村と町、まあ台で待ちますね。先ほどタイムアップが見えたんで、そうですね、存分に時間を使ってやろうと、まあ、基本的にお互い時間をかけていく立場になるとは思うんで、まあ先ほども言ったようにお互い待ち合いの我慢比べたんで、自然的に時間、そうスピンに満ちたい回せた、回避しているので、さあこれは手痛い反撃を受けないかと思ったが、上必殺技からちょっとダメージを受けてしまう。さあこれ怖い、なんとか掴む。さあこの読み合いちゃんといいですね。迂闊に攻めに行かないで横必殺技でステージに戻ってくるのをじっくり見て、どういう択をしてくるのか様子見してますね。最後の一撃、最後の一撃をああいう場面で、あさっきこれやってたのとは、読み切って当てていくための布石なんでしょうかね。さあこれ強いですね、ヒールスライド裏判定。さあ怖かった今、バスター当てなかったので暴れ放題、このベオネッタ空中自由自在に。さあ回避しっかりしているんですけど、上一つだから今の変更うますぎ、やばいですね。ちょっとあの1タイムの後なんで吹っ飛び方も追い切れないっていうところがあったと思うんですけど、 それにしてもですね、冷静です、はい、さあどんどんここに来て、いや先ほど配信でアバダンゴ選手全然ウィッチタイム見ないなっていうのをコメントで見たんですけど、ここに来てドバドバ振ってきましたね。もしかしたらコメント見てたかもしれない。あ、そういうのあったなみたいな、忘れてた、忘れてた、忘れてたはないと思うんですけど、ありがとう視聴者ぐらいの。さあ受け身うまい、さあ空中ニュートラルジャンプあるか、ジャンプ残している、残している、さあ冷静ですね。あー崖離し空中前に対して引き空中後ろをしっかり当てて、さあ追い込まれたケンソニック、なんとか返していきたいがどうする、この崖でのドバドバ捉えるのが難しい。台まで使ってミッチタイム、取れない、ちょっと緊張してるのか、回避、さあ3枚、さあしっかりヒールスライドは見て浮かせな回避はしませんぞと、どうする、やーべベオネッタじっくり回す。さあ空中上から、おお、なんか怖いのが見えた、変なの狙ってきましたね。そうですね、あれ普通に空中前とか、まあ振り向き空中後ろを恐れての回避読みで火力をさらに取っていくっていう、そうですね、ダブルアップ狙ってましたね、どんな狙いだよっていう。さあウィッチタイムからこの横必殺技はなかなか狩ることができない、難しい択、ね、しっかり掴み、この足の速さがいいですね、着地狩りに生きてますね。ベオネッタも決して足が速いわけではない、はい、よあの 横必殺技による空中横移動が非常に強力っていうだけで、そうですね、空中の軌道自体はそこまで優秀ではないので、はい、必殺技を出し切ってしまえば十分追い切れる範囲であると、はい、さあどうする、撃墜につながる一手、何か当てていきたい、訂正すぎるこの男。ダッシュ A で空中下まで、うまいですね、追撃に来たところをしっかり拒否っていく。さあダッシュ A、 その若い人当たってるのかこの男、追撃の仕方が優秀、スピンからバネで、リスクを回避と、
シールドされた時のリカバリーも完璧ですね。さあこれどうなる、ジャンプ上がりから空中ニュートラル取って、今の怖い下級倍行くように見せかけたダッシュだったんですけど、行きませんと。さあしっかりガーキャンつかみは受けない位置で空中ニュートラルドバドバ巻いて、さあジョジョにスタートでいった空中ニュートラル、これは上手だって激つい激つい、えまあ最後はさあバダンゴ勝っていく、勝っていきました ね、 ね、あそこ上スマッシュ当たるんですね、当たりますね、ギリギリでしたね、もう一回空中しろかなと思ったんですけど、まあまあまあ空中やったらおそらくしないで、まあそこの最前段は上スマでしたね、上スマちゃんと最大リターンで勝利を逃さなかったバダンゴ選手、さすがのプロといった展開でした、はい、というわけでじゃあ実況、はい、生田さんに代わって交代します。はい、今からトップ3かな、いやー今日も楽しかったな実況、こちらこそありがとうございました。まあ、またぜひぜひ次回梅村また配信席お邪魔させてくださいというわけでですね、ここのじゃねえや、僕の実況ははいお別れです。はい、お疲れ様でした。水の子さんも、横でですね、お付き合いいただきありがとうございましたと。では実況があります。マジか。